中村雅俊芸能生活50周年記念公演が6月に東京明治座にて上演される。俳優歌手として長きにわたり第一線を走り続ける唯一無二のアーティスト中村雅俊。1974年のデビュー以来、テレビドラマ、映画、舞台、音楽と様々なジャンルで活躍し続けている。明治座には2016年に初登場。19年に上演したデビュー45周年アニバーサリー公演は幅広い層から支持され大きな話題となった。そして芸能生活50周年を迎える今年、その集大成ともいえる待望の記念公演が決定した。この記念すべき公演に花を添えるのは超豪華キャストの面々。言わずと知れたモノマネ界のレジェンドコロッケと、司会から女優までマルチな才能を発揮するコメディエンヌ久本雅美が出演する。公演は新作コメディとコンサートによる豪華二部構成の舞台。第一部は本公演のために書き下ろされるオリジナルコメディ。登場人物の心情を昭和歌謡で表現しながら、笑いがありつつもほろっと泣けるようなどこか懐かしく温かいストーリーとなる。構成、演出、振り付けに当たるのはミュージカルからコンサートまで多彩な作品を手掛ける玉野和則。脚本は演劇にとどまらず映像にも活躍の場を広げる堤康行が務める。古き良き昭和のメロディーに乗せながら軽快なタッチで描く笑いと涙のハートフルコメディは必見だ。そして第2部のコンサートでは、触れ合いをはじめとしたヒット曲はもちろん、明治座ならではの趣向を凝らした演出で中村雅俊50年の歩みを存分に堪能することができる。芸能界を牽引するキャストが集結して送る、他では見ることができない圧倒的なエンターテインメントに期待してほしい。中村雅俊コメント。50年、長い道のりをよくやってきたなという自負と、改めて前を見てこれからが長い道なんだという自覚が生まれています。中村雅俊芸能生活50周年記念公演日程、6月2日日曜日から18日火曜日、会場東京明治座。出演中村雅俊、コロッケ、久本雅美ほか。第1部新作コメディ、第2部コンサート構成、演出、振付、玉野和則脚本、堤康行企画、制作、明治座関連リンク、中村雅俊芸能生活50周年記念公演、オフィシャルサイト。